品に必要性を感じて話に共感したお客様はどうしますかってことですね。こういう時ありますよね、皆さん。それ必要だよねってなった。そしてお客さんも警戒もしていない。どうします？これ答え言いますけど、順番的にはまずこっちから入ります。人って欲しくなったら迷います。買うじゃなくて迷う。欲しくなった人は迷うんです。ここで最後の一押しができるかどうかで、制約率が大きく変わるんです。だから皆さんはどうしようかなってクローズング式になっているお客さんということは、必要性の壁を持って、警戒心の壁を持って、そこまで持ち込んだってことなんです。もっと悪いのは、ご検討くださいっていう訴求する営業マンの塚がいるわけなんです。そうじゃなくて、会社として成果を出したり売り上げを上げるんだったら、そこで訴求をすること。このやり方っていうのがあります。前の方、これは訴求ね、ちゃんと伝えてください。あなたの訴求をスムーズに通すために必要なものは何ですかってことです。これがあるとスムーズに通るんです。即決営業で言ってるのはこれです。理由です。理由があれば人は納得するっていうことを言われています。